こんにちは、ブラックパレードの良平です。今回も始まりました。本日はですね、 FXLRS のエピソードになるんですけれども、ちょっとね時間が空いてしまってあれなんですけれども、一応ですね、納車一応されて今手元にあります。まだちょっとなかなか乗れてないのが現状なんですけれども、ちょっと動画をね早く出したいなというのもあって、近くのね高速をねちょろっと乗ってきました。で、ちょっとね今から、その映像をね交えながら、皆さんにねちょっと感想というか、結構足回りがっつりやったので、その辺がねどうなのかなっていうところがあるかなと思うので、ちょっとずつねお話ししていけたらいいかなと思っております。はい、というわけでですね、まず今回、前回の動画で多分見ていただいてると思うんですけれども、足回り、ホイール、タイヤ、ブレーキ、スイングアームとねかなり変わりました。でフロントに関しては、フロントのブレーキマスターも交換しましたので、機能面的なところではかなり、大幅なアップデートになりました。それでね、どこまで変わったのかっていう、実際何が体感できて何が体感できないのかっていうのも多分あるとは思うんで、その辺のねお話をしたいんですけれども、まずですね、良かった点というかかなり変わったなっていうのがやっぱりタイヤとホイールですね。でホイールがリアがインチアップして、で、タイヤがねラジアルタイヤ、僕もハーレーでラジアルタイヤを乗るのは正直初めてだったんですけども、やっぱりみんながいい言うだけあって、本当に何て言うんだろう、本当に地面に吸い付くような感じで、なんかコーナーを入っていく感じがまた今までのとはちょっと違うような感じがしました。で、やっぱりホイールも軽くなってるのと、あとリアに関しては少し細くなってるので、そこもあって多分本当にひらひら曲がるような印象は受けました。高速でずっと右カーブしかないところだったんであれなんですけども、やっぱり本当に倒し込んでっても、やっぱり基本的に多分みんな右が苦手だと思うんですけど、右でも全然怖くなくて、なんていうんですかね、なんか表現しづらいんですけど、本当にラジアルタイヤはおすすめできるなっていうふうに個人的には思いました。でホイールに関しても、ダイナーとかの時でも皆さん言うんですけど、やっぱホイールは本当に変わります。やっぱりその体感できるというか、非常にこう、取り回しが軽くなったりとか、サスペンションとかもそうなんですけども、本当にひらひら走るようになるっていうのが本当に多分分かりやすい言い方なんでみんな多分言うと思うんですけど、もっとねこうどうしてもやっぱハーレーって重いイメージがあるので、その中でこうやっぱりこうちょっとでもねこう軽快に走りたいっていう方は、ホイールをねこう軽いものに交換するのと、本当にラジアルタイヤを入れるっていうのも本当に一番先にやってもいいぐらい、効果があるのかなと個人的には、思います。グライドの、ホイールとかもねちゃんとローラーですよ。そしてストリートボビオも出てますので、興味ある方はねぜひゲットしていただければなと思います。タイヤに関しては、やっぱりその人によって、本当にハイグリップがいいのかロングライフがいいのかでよって、変わってくると思います。多分純正だったら1万キロぐらい多分持つと思うんですけども、ラジアにすると、ちょっとまだライフは分かりませんが、やっぱり早いと思うんで、いいタイヤほどねライフは多分短くはなると思うんで、その辺が、皆さんの走り方でどうなるのかなっていうところで判断いただければいいのかなというふうに個人的には思って、はい。で続いてですね、ブレーキ周りのお話をしたいんですけれども、フロントがラジアルの、キャリパーになって、リアもラジアルになりました。でフロントのマスターがブレンボのラジアルブレーキマスターになったので、結構変わるのかなと思ったんですけど、正直そこまで変わらなかったです。ピストン系とキャリパーのその容量の相性ももちろんあるとは思うんですけど、正直ですね、最近のハーレーって別に僕的には十分ブレーキが効くと思ってるんですよね。昔のやっぱショベルとか、ツインカムのノーマルの1ポットとか2ポットぐらいの時はやっぱりその結構がっつり握っても効かなかったりっていうのはあるんですけども、正直もう本当多分2000年後半になってきてからは本当にノーマルがすごい優秀だと個人的には思ってます。正直変える必要があるのかなっていうのは結構思ってて、そこまでそのガツンと効くのも僕個人的には結構怖くて、本当にねちょっと握っただけでガツンとくる車両とか多分あると思うんですけど、僕は結構それ怖くて、本当多分ねパニックブレーキした時多分一発でいっちゃうんで、ABS がね今のモデルはあるので、よっぽどその辺をロックしちゃうことはないと思うんですけど、結構怖くて、で僕は結構ノーマルのハーレーの純正の効き具合っていうのも結構好きで、逆にそれが分かるんで、大体そういうそれに合わせた乗り方に結構なるのかなっていうところは正直あります。ただ今回に関してはウェーブディスクにしてラジアルキャリパー入れて、でもちろん効きます。
十分効きます。ただそのノーマルと費用対効果的なところを話すると、まあ、性能では正直そんなに変わらないのかなっていう気はします。でマスターに関しても、まあ、僕自分の FXR に関しては本当ローライダー S 第7 S の、マスター信者を使うんですけども十分なのかなと個人的には思っております。まあもちろんサーキットとか行ってねガツンとこうバーッとギリギリコーナーギリギリまでスピード出してフルブレーキングしてコーナー入っていくっていうような走り方をする人にはやっぱりいいのかなと思うんですけども、まあ僕の走り方には正直必要ないかなっていうのがまあ本音です。ただやっぱり見た目やった感そういうところでテンションが上がったりするのであれば、まあ、変えてもいいのかなとは思います。まあ、あとはまあそのラジアルキャリパーも本来はフォークから直付けのラジアルじゃないとあんまりまあ意味がないっていうのもやっぱりあって、まあ、マウントを返してしまうとその分力が逃げてしまうので、まあ、本来のね性能を発揮できないっていうのはあるので、まあ、その辺がね難しいところなのかなと個人的には思います。で今までそのダイナの時とかもそうなんですけどリアにラジアルを入れると結構効きすぎちゃって怖いっていう印象があったんですよ。でそれはもう一回それを入れてる方のやつに乗らせてもらった時にちょっと踏んだだけでロックしちゃっててそれが非常に怖くてで、まあ、リアラジアルは絶対いらないなっていうふうに思ってたんですけども多分それもそのマスターリアのマスターとそのまあ径の大きさで結構変わるのかなと思いました。で、まあ、今の車両に関しては ABS がついてるのでまあ、そこまでそのロックしては怖っていうのはないですしそんなめちゃめちゃ効くようになった感じはないのでまあフロントとね合わせてラジアルキャリパー入れたいっていう方は全然入れちゃってもいいのかなって。まあどの道で今回スイングアームも変えたので、まあ、選択肢として、ノーマルキャリパーが使えなかったので、まあ、ラジアルぐらいしか正直選択肢がなかったっていうのもまああります。はい。なのでまあブレーキはそんなまああとまあブレンボのマスター、フロントマスターもまあ握り心地は良くはなったっすけどまあ僕はそこまで体感は個人的にはあんまりできなかったかなっていうのは正直あります。はい。で続いてスイングアームのお話をしていきたいんですけどもまあこれは本当にダイナの時も僕は思ったんですけどもまあ僕は正直スイングアームを変えてそこまで劇的に変わったかっていうともう分からないです。僕はやっぱりレースとか出る人で本当にどんどん軽くしてとかタスのね動きを良くしてバネ下のね重量を軽くしてっていうところまで突き詰めていけばもちろん変わるものだとは思うんですけれども正直まあ普通に乗る分にはまあ僕はダイナの時にもこれは正直違いは分かりませんでした。やっぱりホイール変えてタイヤ変えた方がやっぱり体感としてはできたのでまあ今回のねスイングはかなり高いですし取り付けにもかなり苦戦したので、まあ、結構なお金がかかっておりますが費用対効果としてはかなり悪い方だと思います。スイングアームに関してはまあダイナとかでも、一緒だと思うんですけどもまあ見てくれはもうやっぱりかっこいいですよね。アルミのスイングアームっていうのはやっぱりかっこいいですしまあそれもあってまあね僕もダイナの時も変えましたしまあ太くなりますしね単純にあとまあやった感がやっぱ出るのでまあそこはね引き続きで選んでいただければいいのかなとは思うんですけどもまあ自分の FXR に関しては今回アルミのスイングアームは必要ないという判断でまあアルミのスイングアームは入れなかったっていう感じですね。多分まあこれも本当に人によりけりで必要と思う人があれば入れてもらってもいいし、まああとでもまあ新型のねソフテルに関しては見た目がねこの三角から L 字に変わるのでまあ、その見た目が好きっていう人はもちろん入れちゃってもいいかなと思うんですけどまたまあその辺はお好みで入れていただければいいのかなと思います。はい。あと最後にチェーンドライブキットなんですけども正直ですねこれはそこまで体感できなかったです。ダイナの時は結構体感できたんですよ。正直ベルトからチェーンに変えただけでフロントが浮くようになったんですよね。でやっぱそこでパワーロスしてるっていうのだったりとか、まあ、チェーンの方がダイレクトがあるからフロント上げやすいとかっていう、まあアメリカでもねやっぱベルトはズボンのためのものだみたいなぐらい言うぐらいアメリカのみんなはねやっぱりチェーンドライブを必須で押してて、まあ僕ももちろんチェーンの方が好きなんですけどもミルウォーキー8のローライダー S に関してもパワーももともとすごいのでまあ、正直多分十分ベルトでもねやっぱパワーの伝達というところに関しては十分できててまあチェーンに変えたからじゃあフロントがね浮くようになったかっていうとそうでもなかったです。まあやっぱ本当にミルウォーキーに関してはきちっとまあパワーがありすぎるんでまだちょっとねやってないあんまりやってないんであれなんですけどもまあきちっとこうトラクションかけてエリアにクラッチとアクセルの回転数とねそのタイミングがバシッと合わないと浮かないなっていうのは正直思ったのでまあそこはだから別にベルトだろうがチェーンだろうがまあ結局はもう
ここなのかなっていうところは正直思いました。だから海外の人らではね、ノーマル、フルノーマルで上げる人は上げるし、やっぱ僕にはちょっとそれはできないですから、ここをねどう追求するかで、でまあやっぱりチェーンにすると汚れるのが一番大きいかなと思います。本当に汚れるし、特に今回黄色のホイールになったんで、もうチェーンの油もすごいし、でまあやっぱりある程度ねメンテはしなきゃいけなくなってくるんで、わざわざベルトからチェーンに変えるほどではないのかなと正直は思います。はい、まああとはそれぐらいかな。まあ結構ね長めに喋ってしまいましたが、まあ今回感じたことはこんなもんです。でまだ本当にね30分ぐらいしか乗れてないんですよ。まあ結構他に撮影が入ってたりとか編集で終われてたりとかっていうのもあって、試乗がねできてないので、まあこっからちょっと2のね合間見て、もうちょっと遠めのね高速乗って、もうちょっと長い距離乗って、見てみようかなと思うんですけれども、あとまあやっぱり今後改善していきたいのはポジション。もうどうもねやっぱりそのまあスポーツグライドの時はそうなんですけれども、ミルウォーキーのやっぱそのミッドコントロールの位置がすごい気持ち悪くて、でブレークアウトほどとはいかないけど、まあなんかフォアコンのこういうね、まあ、特にハンドルが今低いんで余計なんですけども、ブレークアウトに乗ってるような気持ちでなんかあんまり操りづらいというか、しっくりくるポジションじゃないのがなんかちょっと気になるなっていうふうには個人的には思っております。はい、ということでまあここからね、改善していくということであれば、ポジションをもうちょっと見直して、もうちょっとフロントに荷重をかけれるような姿勢に持っていけたらなというふうにメガさんともね話ししてたので、まあちょっとね引き続き乗っていろいろ試していきたいかなというふうには思っておりますので、またねカスタム進めば動画アップさせてもらいたいと思いますし、またねちょっと長距離行った時はね、またいろいろ動画撮って皆さんにねどうだったかっていうのをねお伝えできればいいかなと思っておりますので、引き続き皆さんチェックよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回ね動画良かったら、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。ブラックパレードのね、アイテムは概要欄のリンクから購入いただけますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。